はい、えー、どうもこんばんは、アンソニーと申します。えー、今日はちょっとね、つまらない動画というか、えー、真面目な内容になります。ね。えーっと、しばらくの間、あのー、具体的な期間はわからないけれども、ゲーセンに行くのをね、やめようと思っております。というのも、ここのところね、新型コロナウイルスの感染者数がかなり増えてきているのでね、えー、やっぱり怖いので、僕もね、 勝手ですけど、なんかこう、自分勝手に外出自粛をしようかななんて思っております。ねなんかこう、やっぱり、ゲームセンターまあ、3密の塊のような場所じゃないですか。うん。に、こう、今までも、ここ1ヶ月も、なるべくね、ゲーセンに行く回数自体は減らしながら、でも動画を撮るために遊びに行くという、そういうね、感じで、通ってはいたんですけれども、 あのー、それすらも、しばらくの間は、えー、やめにして、まあ、そうだな、み、な、道、どんなに短くても、1ヶ月はゲームセンターは行かないかなって思っております。まあ、2ヶ月ぐらいは、うん、いけないんじゃないかなって考えているけれども。で、こう、これは僕の勝手な判断なんで、まだあの、ね、緊急事態宣言が再度出されるっていうこともないので、あの、今のところはね、出てないんで、 皆さんにこれを押し付けることはしないんですけれどもまあもしちょっとね私アーソニーがこんなことしてるんだみたいなのを見てちょっとね頭の中で考えてくれる人が一人でもいればななんて思っておりますどうかなわ <laughs> かんないけれどもねで実はこの1ヶ月間緊急事態宣言前のやつが解除されてからこの1ヶ月間で、えー、いろいろ準備をしてまいりました ね、えー、動画の撮りダめがいっぱいとは言えないけど、一応あります。で、まあ、2ヶ月間ぐらいかな、を想定して撮りダめを作ったので、えーっと、雑談や創作不面で引き伸ばしつつ、週1回から2回、週2回ぐらいかな、投稿できるかな、っていう希望的観測で、えー、 今後2ヶ月は取りダめの方をガンガンおとげチャンネルの方では投稿していこうかなと思っております。で、また緊急事態宣言時と同じように今日から、えー、メインチャンネルはまたゲーム実況チャンネルの方でやらせていただきたいと思います。ね。おうちゲーをやろう。へへへへ。といったところかな。うん。あと何か言うことあるかな。ちょっと考えさせて。えーっとね。うーん。 まあ、そうだな。一個言えることがあるとすれば、皆さんも気をつけてお過ごしください、というところかな。うん。じゃ、以上で今回のお話をおしまいにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回も鼻ほじるほどヒンだったら見てください。ゲーム実況チャンネル、音ゲチャンネル、えー、チャンネル登録よろしくお願いします。ここです。ここ。へへへへ。では、